流行りのナイトプール。お、ダイブ。そう書くのよ。起きて。アリス。血出てる。どこだここは。大破した車の中だった。一瞬。また別の悪夢が始まったのかと疑った。え、これ現実なの？記憶が飛んでいたが、アリスの身に何か恐ろしいことが起きたことだけは覚えていた。流行りのない携帯も使えない。徒歩で助けを求めるしかなかった。歩いて帰ろう。歩いて帰ろうといえば、ポンキッキーの楽曲って印象に残りますよね。アリスの荷物の中に創作家のジレンマという本があった。エミル・ハートマンの著作だ。アリスとの口論を思い出し気持ちが沈んだ。表紙の男の気取った笑顔も気に入らなかった。エミル・ハート、電気のやつがピラッピラになってるじゃないですか。危な、避けた。ガソリンスタンドまで行けば電話があるはずだ。なんとか森を抜けるしかなかった。なんとかね。結構遠いな。だるー。ゲームに出てくるカラスってつっついてきますけど、くそ、つっついたら飛べないですよね。なんだ、車が落ちちゃった。とほ、大損こいた。危ない危ない。そうだ、このゲーム落ちる方のゲームだったんだ。真面目にやんないと。嫌ですね森。でも昆虫がいっぱいいるのは好き。あ、ライト持ってない。肘は黒いのにライトはない。関係ないか。おい。お、すごい光ってる。すみません。なんか飛んできましたよ。なんだ。現世紀への不満を書いたチラシ。それはディパーチャーと題された小説の原稿だった。俺が最新作に使おうと決めていたタイトルだ。え、著者は俺になっていた。俺はまだ書いていない。書いた覚えなどなかった。書いたの忘れてるんじゃないの？その夜の森で主人公が斧を持った殺人鬼に襲われるシーンが描かれていた。それが現実になるとでも。発見した原稿は、振り向いた男の顔は影に覆われ、あ、読めるのね。周囲を取り巻く森の闇とほとんど見分けがつかなかった。なるほどね。どちら？おい、助けてくれ。誰かが助けを求めている。面倒だな。私はガソリンスタンドに行きたいんだ。前方に光が見えた。これでスタンドまで行かなくても電話がかけられるかもしれない。いや、そうもいかないような気がしますけどね。これはなんだ。ここか。木の下はくぐれないけど木の上は歩けるゲームなんだね。それであれかな、あのクレーンのところに捕まって振り子状に揺れてガソリンスタンドまで飛んでいけばいいのか。行け。おい、助けてくれ。うん、行った。その助けてクレーマンはどこにいるんだろう。一人で行ってるのか。一人ごと。おい、あんた、事故にあったんだ。助けてくれ。頼む、助けを。オーブライトフォールズ、カール・スタッキーです。どうぞよろしく。これはよくないですね。早役は前金でメールを書いて。え、え、原稿落ちてた。うわー、どういうこと。こっちじゃないのか。やばいな。あいつ何者なんでしょう。え、すごいジャンプするじゃん。見下ろしてくるな。目上か。
レイトフォールズで。お、シャイニングだな。何とかしなくては。スタッキーがシャイニングのようにドアをぶち破るのは時間の問題だった。タイトルを言っておけば パクリには。あ、12。これ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 、私はね、銃を撃ちたいんですよ。ご滞在中はぜひノルディックウォーキングにトレイしましょう。今大流行で健康増進に助けを呼ぶって言ったって。どうしたらいいんだこれ。あ、電話だ。そうだ、電話をかければいい。よし、この電話でかいな。ブライトフォールズ保安官事務所。早く早く。もしもし、もしもし。入ってきちゃうって。通じない。暑いな。え、わあ、とんでもないことしやがるな。うわあ、迷惑だな。なんでそんなことをするんだ。やめろ。その大胆さはもっと違うことに生かせ。企業とか、企業とかをしろ。こっちかな。あ、これ、あれ、アイテムは？ケーキ、おい！いるんかい？いっ、え、なにこれ？おーおい、危ないな。やめてよ。これ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 。これよ。弾がひどく痛んだ。射撃場以外で発砲したのは初めてだった。へえ、アメリカ人なのに。誰かを何かを撃ったのに、それは跡形もなく消えてしまった。夢だとしても吐き気がするほどリアルだった。アメリカ人なのに人を撃ってないんですね、今まで。私の中のアメリカ人のイメージって18歳までに2人ぐらい撃ってるイメージあるから。ガソスタへ向かう。暗い森を進むのは気が進まなかったが、スタンドまで行くには森を抜けるしかなかった。でも矢印はこっちを指している。この矢印に従っていけばいいのかな。フラッシュライトの光に奇妙な落書きが浮かび上がった。近くに何かが隠してあるようだった。これか。乗っちゃったよ。フレアガン。フレアガンってあれだよね、あの一網打尽にできるお便利武器。通ってチェックポイント過ぎたね。え、ちょっとこうやって絶対やっつけないといけないのかな。あ、使っちゃった。もったいな。絶対今の余裕だったよ。とほほ。私はね、アイテムがあればあるほどいいと思っているから。自分の原稿いらん。自分の原稿がいろんな場所に貼られてるってどんな嫌がらせだよ。あのダイナーの女が怪しいな。そういう歪んだ愛情を感じる。あ、いった。感電しちゃった。ファイナルディスティネーションみたい。いった。おじさんなんだ。お、おじさんなんだからあんまりひどい目に遭わせないでほしい。なんだあれは。本当に何なんだ。こういうことがあるからね、旅行って嫌ですよ、ね。足元に流れる川を見たとき、頭の中で何かがひらめいた。川の小説を書こう。水を見るのも嫌だったが、何とかして川を渡らなければならなかった。こっちかな。なんかあるね、あれ。お、これは。でっかい消しゴム？コーヒーか。このコーヒーは何に使うんでしょうね。2回目だけど拾うのは。でもこのゲームはあの前やったゲームに比べると操作がしやすいです。だいぶスムーズに進むことができる。まあね、こういうこともあるけど、こっちで合ってるのかな。
お、来た来た来た。あれ消えた。ちょっと知恵つけてきたな。何なんだ、日常から学び終えるタイプか。起業しろ。スタッキーだった。闇の中を追ってきていた。起業してんのか。あ、これこれこれ、アイテムをね、アイテムと洗剤は在庫があればあるほどいいから、ね、アイテムのある場所全部知りたいな。くたばれ。うん、やめてよ。あ、行った。やめてよ、もうどんどん弾がなくなっていってしまう。またこれ出てくる感じあるな。お、なんかアイテムの気配がある。あ、ピストルっていいよな。この間取材の時にたまたまピストルのおもちゃを手にする機会があったんですけど、おもちゃでも万能感がすごかったもん。あれが本物となったらもう無敵っていう感じでしょうね。奴らはもはや人間ではない。お、これこれこれ。いった。つい自分がおじさんなのを忘れてしまうな。こっちに進めばいいのかな。ガソリンスタンド遠いな。階段は壊れていた。別の手段を探すほかなかった。あのクレーンのあれを動かせばいいんじゃないの。ジャストアイディアですが、あれをさ動かせばいいんでないんですか。私ならそうする。あるいはこれに乗って全員ぶっ飛ばしたいな。やっぱ銃か銃器が大事だよな。いった。おじさんなの忘れてしまうムーブをまたしてしまった。周囲の銃器を利用して上に行けるのではないかと考えた。それそれそれ、私も本当に考えてた。うわ、来た。え、3人いない。え、やばいやばい。意外と結構シビアだった。やめてよ、こちとら日本人なのに。またこれか。お、あれを、あのマシーンをなんか使えるのかな。ここにアイテムがある気がする。乗っちゃった。まあいいか、誰もいないし。今の、あ、これですよ、ショットガンね。多分よりパワフルなんでしょうね。でもこのショットガンが手に入ったってことはデカめの敵が出てきそうな気もするな。嫌ですね。仕事で銃器操ってる人って楽しいんですかね。その子供の頃に銃器を見て思ったあのワクワク感が未だにあるんですかね。お、なるほどね。これは楽しいですよ。この辺かな。やっぱ丸太って便利ですね。丸太といえば彼岸島ですが、最近の彼岸島でものすごく久しぶりに、彼岸島という漫画の大ボスであるところの雅様がものすごく久しぶりに出てきたのを皆さんご存知でしょうか。よかったです。人間というか割と強めのキャラの頭をかじっていました。フレアガン、これですよ。今度は温存するぞ。
嫁とか出てくるからな。私抜きではこの番組はお届けできません。おっと、どうやら夜更かしは私だけじゃなさそうだ。こんばんは。いや、だったらモーリス・フートね。いやー、モーリス、どうしました？このラジオの主って、あの船で出会ったラジオパーソナリティのおっさんですよね。有名なんですかね。A 六助みたいな感じなんですかね。お、また私の中傷ビラか。駅のポスターに中傷ビラやステッカーはやめましょうみたいなの貼ってあるじゃないですか。でも中傷ビラって見たことないから見たいんですよね。暗闇を照らす照明が頼もしかった。え、いる？うわ、いるなこれ。なんか変なテンションで来てるな。ほーら、やってきた。おいでなすった。私にはわかるんだ。嫌だな。ほらね、来た来た。おい、斧投げはどうしたらいいの？これ行った、死んだ。おっさんの軽快なムーブで相手の動きをかわす練習をしておこう。よっしゃ、これよ。さすが私、一度で学ぶ男。私の名はアラン・ウェイク、小説家だ。うわーい、危ないな君。ちょっとー、もう小説家だぞ私は。もう弾がどんどんなくなっていく。小説家なのにみんなが襲ってくる。お、安全地帯、玉置浩二ね。今以上弾が、あ、復活した。まだショットガンを使うタイミングではないかな。とりあえずハンドガンで。だいたいこういう正規ルートの反対側にね、いいものがあるんです。ほら、あった。フレアガンが手に入ったのでだいぶ余裕が出てきた。あれも大丈夫か、つねってこないかと。ほーら、つねってくる。やだな、こういうゾンビが生前のセリフを言うみたいなやつ苦手なんですよ、怖くて。あったでしょ、あのなんだっけ、あの漫画で生前のセリフを言うゾンビが出てくるやつ。なんだっけ、アイアムアヒーローだ。そうそう、あれと同じですよね。あー、つねってこないでくれ。絶対つねってくるもん、あれ。後ろ通ろ。お、うわうわー、大人気かよ。え？ちょっとやめてよね。あ、来てる来てる。あー、結構ギリギリのタイミングで助かるんだよな。で、小屋に入ればいいの。ガソリンスタンド、さっきあんな遠くなかった気がするんだけどな。お、ショットガン。私はショットガンが大好き。テレビは？また目が映るんじゃないだろうね。ニュートン、アインシュタイン、カール・セーガン。人類の進化に貢献した彼らは永遠の名声を勝ち取った。時にその代償は途方もなく高くつく。それがここの掟なのだ。
トスプリングス。なんかトワイライトゾーン的なやつやってるのかな。とりあえず開いたので進みましょう。うわー、これはなんだ。ん、なんか空間が曖昧になってる。大丈夫か。ショットガン用意するか。なんか来る気がするしな。やだ、あれ絶対落ちてくるでしょう。知ってるんだ、ああいうの。トゥーンタウンのロジャーラビットの最後の方であったもん、ああいうの。あれは落ちてこないけど。急にスポーティーになるのは反則では。どうすんだこれ。あのおじさん疾風伝は一体何なんだ。喋る余裕がね。ああ、危ないな。私は最近プールで所ジョージが溺死しているという夢を見ましたけど、あれも嫌だったな。25メートルプールの真ん中でね、死んでたんですけど、あれをなぜ私は所さんだと一発で分かったのか、それも不思議。あれ、あそこを開けるにはどうしたらいいんだろう。あ、これか。いいぞいいぞ。弾薬が減ってしまったな。わ、でっかい鹿。なんだあれは。すごいな、誰が作ったんだ。パレード用フロートに見覚えがあった。初日にアリスと見かけたものだ。へー、地方ってこう暇だからなのか、妙にでかいものを作るおじさんが一人はいますよね。林業とかやってたりして、こう繁忙期と暇な時期が落差がひどい人とか。暗闇で体験した恐怖の後ではスタンドの照明が何より心強かった。つかの間、世界は正気を取り戻したのだ。よかった。明るいってやっぱ最高ですね。お、中小ビラ。アイテムがないね。マシンガンとか欲しいんだけどな。ここは入れない。裏口からか。ガレージはひどく散乱していた。強盗に入られたか、乱闘の後のようだった。なんかが起きたんですかね。うわ、書き続けるんだ。外は闇だ。キャビンの外も物語の外も闇の中に彼女の気配を感じる。どういうこと。彼女の香水の匂いがする。彼女を取り戻すんだ。これが書けば現実になる。書くのをやめれば消えてしまう。どういうことなんでしょう。とりあえず電話で助けを。
この電話はちっちゃい、ね、こちら保安官事務所。府警さんが来た。ああ保安官。サラーブレーカーです。あなたは？アラン・ウェイクです。事故にあって妻がアリスがいないんです。落ち着いてウェイク。島のキャビンにいたんです。コールドロン・レイクの。あの湖に島はありません。70年代の噴火以来ね。えでも確かにキャビンが。キャビってましたよ。頭をかなり強く打ったようですね。信じてくれ。大丈夫ですか？だから大丈夫じゃないよ。話は後で。車に乗って湖に寄ってから署に向かいましょう。髪短いね。スタッキーを見ませんでしたか？ここのオーナーですが。めちゃめちゃ斧振り回してましたよ。森での出来事を話せば正気を疑われてしまうだろう。今はアリスの捜索が先決だった。ありそう。島ごとなかったことになってるっていうのはかなり不可解ですね。どういうこと？え？まあ、なしようじゃないですか。 A の一部になっちゃったし、音楽始まったし、散々だ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。